鬼瓦剣作りは、フジテレビ系のバラエティ番組、俺たち表金属等で、ビートたけしが演じていたキャラクターである。たけしが演じたキャラクターの中でも、代表的なものの一つである。ビートたけしが、浅草での下積み時代に遭遇した、実在の人物がモデル。アルプス工業と、縫い取りのあるドカジャンに、ニッカポッカ等の服装、髪型、口調など、ほとんどそのまま取り入れた。 ビート、たけしのオールナイト日本等で、昔こういう人が浅草にいたという話をしていたが、あまりにも面白いのでコントキャラとして取り入れた。なお、実際に、アルプス工業もしくはアルプス工業という名称の会社が全国に点在するが、実在する、それらとは何の関係もなく、モチーフにもしていない。バラエティ番組、たけちゃんの思わず笑ってしまいましたで誕生した、キャラクター。 スタッフに大受けしたことで、1985年から俺たち表金属にも登場した。鬼瓦剣作りの名付け親は両番組に参加していた放送作家の高田文夫である。なお、鬼瓦剣作りで電話帳に名前を掲載していた若い男性もおり、1989年2月放送のビート、たけしのオールナイト日本で、 たけし軍団の団官が生電話したこともある。たけしは自分のキャラのせいで大変迷惑をかけて申し訳ないと語っていた。職業は元サラリーマンの土木作業員で髪型は角刈りで丸い髭を生やしている。また、アルプス工業と会社名が刺繍されているジャンパーを着ている。吉田小十郎と名乗っていた時もある。手を前にかざし首をカクカク振りながら。 冗談じゃないよというのが定番のギャグである。俺たち氷金属のコーナー、たけちゃんマンナナではたけちゃんマンナナに変身してもこのメイクのままで、たけちゃんマンてばナナナと名乗っていたこともあった。氷金属だけでなく、たけちゃんの思わず笑ってしまいました。FNS スーパースペシャルテレビユメレト、たけし、さんまの有名人の集まる店と1996年以降のタモリ、 たけし、さんまビッグ3世紀のゴルフマッチでもたけしは、この紛争で出演した。有名人の集まる店での剣作りの職業は、焼き鳥屋である。また、この番組でアカシア、あかしやさんまが紛する高子ママとは、男と女の関係。北のファンクラブでたけしがボーカルを務める、カメアリーブラザーズでも、鬼瓦剣作りを連想させるメイクと衣装を、施している。たけちゃんマン。 涙の冗談じゃない世の回で、鬼瓦の過去が話されており、小学校2年で、髭が生え、その時ついたニックネームが、棟梁である。大学生時代に、同じ大学で知り合った女性と結婚、新婚当初は誠実で真面目な人だったが子供を妊娠したと聞くと、上記の理由から出産を嫌がるようになり、男児、出産後、腐って、現在のようになり、愛想をつきかれ離婚し、 現在に至るとその元妻は語っている。しかし、別の回では、たけし本人の幼馴染みだったことになっており、このコントのみの設定である、可能性もある。有名人の集まる店では、山田邦子演じる昔の女と、剣作りそっくりの息子がいる。2019年の、FNS27 時間テレビ日本のスポーツは、強い、内で放送された。 有名アスリートの集まる店では、村上慎吾演じる、剣作りの息子、鬼ヶ原大納言が登場している。三宅啓介、表金ディレクター、三宅出たがり啓介です新庁舎、2015年、P49AB 高田文夫、私の芸能散歩第12回、ビートたけしコマネチワードベスト20、小説現代2017年10月号、P372、 俺たち氷金属クロニクル氷金者たちの勇敢なし工作後、小芸人1999統合ボリューム1、白夜処防、1999年、P41、高田文夫、土八戦争序分視聴率戦争の最前線で、戦うとはどういうことか、小芸人、P7、俺たち氷金属クロニクル氷金者たちの勇敢なし工作後、小芸人、P42、 ありがとうございます。